中村智也を主演に迎え、ベストセラー作家、池井戸潤の最新作を映像化する7月期木曜ドラマ、はやぶさ消防団、テレビ朝日系、毎週木曜午後9時、で、ヒロイン役の川口春奈に続く、追加キャストが発表された、はやぶさ消防団、は、山あいの小さな集落が舞台のミステリー、亡き父の故郷、はやぶさ地区、に移住した作家、三馬太郎、中村智也、が、地元消防団に加入したことをきっかけに、連続放火や住民の不審死などの怪事件に次々と遭遇、真相を追ううち、集落の奥底にうごめく巨大な陰謀に迫っていく。消防団のメンバーには、バイプレイヤーとして活躍する俳優陣が集結、満島真之介が太郎の友人になる青年、藤本勘助役、岡部隆が消防団の、インテリ担当、徳田翔吾役、梶原、善が副分団長、森野洋介役、橋本淳が熱血官の分団長、宮原郁夫役、生瀬勝久が消防団の古株、山原健作役で出演する。また、消防団メンバー以外にも個性派メンバーが出演、古川雄太がはやぶさ地区に出入りする怪しげなソーラーパネル営業スタッフ、真鍋明光を演じ、山本浩二が主人公、太郎の担当編集者、中山太郎役で出演、この恋温めますか。2020年、TBS で中村と敵対する上司を演じた山本は、今回はお互い全く違う役柄ですので、新たな関係での応酬を楽しみにしています。と語っている、川口春奈は東京からはやぶさ地区に移り住んだミステリアスな、映像ディレクター、立木彩り役で出演。その他、丸赤字、村岡のぞみ、小林涼子、金田昭夫、大和田爆弾も参加する。